皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。本日はですね、ニコンユーザー待望と言っていいんじゃないでしょうか。特にニコンの APS-C 用のカメラ、ここにある ZFC ですとか、Z50 とか Z30 とか使っている方には本当に待望のレンズが発売されました。こちらのですね、シグマさんから発売されました単焦点レンズですね。大口径 F1.4 の単焦点レンズ、この3つが発売されました。オーストラリアにですね、撮影の遠征に行ってたんですね。はい、なので南半球でがっつり使って撮ってきたんですけども、まあ私が特にこうレビューするべきなのは多分この 16mm でしょうね。やっぱり星空を撮影した時にどうなのかっていうのを知りたい方が多いと思うんですよ。一番最初に言っておきますけども、この3本のレンズ、まあそれぞれ用途は変わってきますけども、ニコン Z の APS-C サイズのカメラをお持ちの方はですね、絶対買った方がいいよ。特にですね、星を撮影したい人、する人、あと動画撮る人にもおすすめなんだけどな。うん、そういう人にはですね、この 16mm の F1.4 をね、絶対買った方がいいですよ。絶対買った方がいいっていうか、予算の問題もあるんで、そんな絶対とか言えないですけど、めっちゃおすすめです。それでは行ってみましょう。シグマさんのこの3本のレンズはですね、もうすでに実は発売されているものなんですよ。去年が富士フィルム用出たんですよね。で、今年がこのニコン Z 用が堂々発売と。シグマさんは3つの、なんていうかラインナップっていうか、そのコンセプトがあるんですけども、その中でもコンテンポラリーというですね、ジャンルのレンズになります。 APS-C のカメラには本当とっても相性のいいコンセプトのレンズだと思うんですけども、私ね、あの富士フィルム用ではもう使ってるんですよ、この3本のレンズで。そちらめちゃめちゃ良くて、あのレビューはしてないんですけど、今年の CP プラスの時にこのシグマさんがこの3本のレンズを出すっていうニュースが出て、あ、それなら ZFC 買おうかなと思って私これ買ったんですよ。富士フィルム用ですでに使っているからこそ、これがニコン Z 用で出るっていうのはめちゃめちゃ私の中ではインパクトが大きかったんですよ。ここにですね、シーリングゴムっていうのが入ってるんですよ。簡易防滴構造化のシーリングゴムっていうのが備わっています。あとね、何よりね、価格が安い。これ確か7万円前後なんですよね。まあ7万円前後って一般の方にしてみたら、あの、いや十分高いよって思うんですけど、でもその10万切るってっていうのはね、カメラ業界にとってはやっぱりかなり安い部類になるんですよ。で、カメラ内の、あの各種補正、収差補正に対応しているということで、カメラの中で、映りを良くする補正っていう、補正をする機能があるんですけど、そういうのはフルで使えるっていうことになっているみたいです。で、まあこれ 3つあればね、35mm 換算で 24mm、35mm 換算で 50mm、35mm 換算で 85mm ぐらいっていうことで、風景、スナップ、ポートレートみたいな感じで広角から中望遠までカバーできることになるので、いや使ってみて思ったんですけど、こうマニュアルフォーカスとかをするときにですね、このフォーカスリングを回す方向っていうのも基本的にはニコンのレンズと同じ方向で回りますので、レンズ交換したときに、あ、逆とかってちょっと戸惑うっていうこともないです。で、この小型なレンズの割には結構口径が大きめですね。ここの 16mm は特に 67mm 径ありますんで、 67mm 径ってね、結構あのフィルターサイズとしては一番汎用性の高いフィルターサイズなんで、私はすごい使いやすいんですけども、まあお金ある人はね、3つバンと買っちゃっていいと思いますよ、マジで。ニコンのラインナップで APS-C 用で 1.4 のラインナップはないですから、いいですよね。すごくいいですよね。で、皆さん知りたいのが多分こっちだと思うんですね。 16mm の、レンズに関して星を撮影した時どうかなっていうことで、私あの南半球に行ってガンガンこれ使ってきたんで、その感想をお伝えしたいと思います。ではここからは私の作業部屋からお届けしたいと思います。事前に私このカメラで、あ、違う、このレンズか、このレンズでどんな写りをするのかなっていうのを事前に一応ね、ネットで調べてみたんですけど、そこに書いてあったこととしては、星空の写真には向かないだろうっていうレビューを見つけたんですけど、私の意見はですね、実際に撮影して思うのは、そうではないです。決してそんなことはなくて、星空の撮影で十分使えるレベルだと思います。はい、それではどんな感じなのか見てみましょう。これはですね、
オーストラリアで撮影した南半球で撮影したものなんで、ちょっと北半球と違う星空になってるんですけども、まず、撮影データですね、右上に出てますけども、感度6400 16mmF1.4 で5秒ですね。で、使用した機材は間違いなくこちらにございますね。はい、ニコン ZFC と16の F1.4 で撮影したものですよ、というふうになっております。で、まずね、これ私なんかはね、この写真見て思うのは、まあ、ZFC って結構写りいいなっていうのと、それからこの16の F1.4 のレンズのシャープさだよね。すごい鋭くない？空の美しい場所で撮影してるってのはもちろんあるんですけども、にしてもさ、こんなにびっしり映るっていう感じですね。で、こう中心を拡大すると、まあもちろんえらいシャープなんですよ。これすごく、今これ 100% 拡大しています。で、端を見てみましょう。星空の撮影だと真ん中と端が同じ大きさで映っている、あまり形が崩れてないっていうのが望ましいんですが、身を望んでみると 100% です。 100% で、ちょっとこの周辺の星がピンって横に出てますよね。これサジタルコマフレアと言います。まあ、100% でこれで 200% だと、まあそれなりに目立つなっていう感じなんですよ。ただね、まあこれね、引いてみてみて思いますけど、気になります、これ。うん、いや、気にする人はいますよ、気にする人はいますけど、このレンズ10万しない、まあ、7万円前後のレンズ APS-C 用でって考えると、これね、十分すぎるほどの精度だと思うんですよ。でね、面白いなと思ったのが、こう引いてみた時に、なんかそんなに周辺がわさわさして感じないような印象を受けてて、まあ、100% こう拡大してみると分かるんですけど、なんていうか、ここら辺までは全然問題なく行ってて、最周辺っていうんですかね、まで行ったから急にカツンってこうサジタルコマフレアが出る感じがするんですね。これ 200% です。本当に端、最終辺はこう横にピーンとサジタルコマフレア出てるんですけど、その一歩手前って全然問題ないんですよ、この辺とか。だからこう両像範囲が広いっていうんですかね、ある一定のラインまで全然使える感じで行ってて、ある一定のライン超えるとビャンって出るみたいな感じで、普通のコマ周差ってこうだん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 端に行くにしたがって、こう同心円状に広がっていくような感じなの で本当に端の端が、あのサジタルコマフレアがちょっと出てる、しかもそれが 100% だと分かんなくて、 200% まで拡大すると明らかに分かるっていうレベルのサジタルコマフレアです。これは十分使えるでしょう。うん。で、F1.4 でこれなんですよ。他の写真を見てみましょう。これ周辺原稿がよくわかる写真なんですけど、これが F1.4。で、これが F2。F2.8 ということで、この四隅のここの暗さですね。F1.4、F2、F2.8。F1.4、F2、F2.8。F1.4、F2、F2.8。F1.4 から F2 にした時に結構劇的に周辺原稿を改善しますよね。で、F2.8 にするともうかなり改善します。周辺原稿、要は画像処理とかね、気にする人、その人、あとはあのタイムラプスとかはあんまり周辺原稿出てないタイプのレンズの方が画像処理って結構しやすいんですけど、自分はね、 F2 が一番落としどころとしていいかなと思いました。で、これは F2 で撮影したものなんですけども、F1.4 から F2 に、変更すると、さっきの F4 と比べて横のサジタルコマフレアのこのコマ周差がですね、短くなります。あるんですけど短くなるから、で、両像範囲もやっぱりね、広いんですよ。この辺は出てますけど、こっから下出てないよね。だからこの 100% にすると、まあ分かんないですよね、 100% にしたぐらいだと。だから F2 が周辺原稿も少ないし、両像範囲も広いっていうことで、実用範囲、一番その実用的なんじゃないかなと思います。で、星空の写真ってね、例えば感度6400で F2.8 だと、20秒ぐらいの露出が適正露出っていう風なイメージなんですよね。で、それが F2 に絞るとシャッタースピード10秒で済むんですよ。はい、それがまさにこの設定なんですよね。感度6400、感度6400 16mm、 F2 で10秒で、これこのいうヒストグラムが成形写真では、まあ、適正露出っていうふうに言われてるんですけど、これちなみに
画像処理してない画像ですね。はい。で、こういう風な写りをするんですよ。F2 から使っていくのがいいんじゃないかなと思います。で、見ての通りですね、周辺原稿も、まあ、ほぼ感じられないですし、差し出るコマフレームも、まあ、ないわけじゃないけど、まあ、ほとんどもう気にならないレベルっていうか、使える量存範囲でいけるので、一般的なレビューとは違って、私はこのレンズはですね、成形写真にはめちゃめちゃ向いてて、2023年5月の現時点においてですけども、ニコンの Z システム、APS-C 用の Z を使っている皆さんに対してはですね、このレンズが成形写真用のベストレンズということで、胸を張っておすすめできる画像なんじゃないかなと思います。ただ一個注意点があります。このレンズ何度も言ってますが、めちゃめちゃ写りシャープです。はい、写りがシャープです。なのでピントがシビアなんだよね。で、これ F1.4 のピントが合ってない写真なんですよ。そうするとこういう感じになりますから、はい。で、 F2 だとやっぱりこういう感じで、 F2.8 に絞ってもこうです。もしね、こういう感じで周辺が映ってたら、で、こういう場合って中心もやっぱりちょっとねふわっとしてるんですよ。こういう写りだった場合はピントが合わせきれてないということになります。シャープなレンズってね、まあ、このレンズに限らず、シャープなレンズってやっぱりね、ピントがどうしてもシビアになってくるんですよ。なので、ピント合わせ、注意ね。だから、今この動画でピントが合っている時のコマ修正、それからピントが合ってない時のコマ修正、両方お見せしました。ので、これを元にですね、撮影に励んでいただければなと思うんですね。写り方変わりましたけど、これですね、ニコンの ZFC に、16mm の F1.4 をつけて撮影しています。で、私 YouTuber なので、まあこうやってね、何かをこう前にかざしてこれだよみたいな感じで紹介することがあるんですよ。で、こういう風に話してうんぬんかんぬんしゃべったりするんですけど、お気づきになりました。これフォーカスブリージングないんですよね。ほとんどフォーカスがこう手前から奥に移動した時に、ここの焦点画角がですね、こう変わる現象のことをフォーカスブリージングって言います。これがあるとやっぱりこう今みたいにこうね、こういう風にこの商品にうんぬんかんぬんですよ、それでねみたいな話にする時にこうグーってこうなったりして、結構目立ったりとか、あとジンバルとかで動画撮る時は結構気になりますよね。ちょっと私が使った感じ、そのフォーカスブリージングがめちゃめちゃ少なかったので、特にこの 16mm はねいいですよ。はい、フォーカスブリージングが少なくて、で F1.4 あると背景がすごいボケるから、街中で Vlog を撮るときとか、私なんかね気にするのは、後ろに人がいてね、その人の顔が映ってたりするとやっぱプライバシー上問題じゃないですか。だからね、全部ぼかしたいので、全部ぼかしたときに F2.8 よりも F1.4 の方が絶対そのボケ方が強くなるから、プライバシー的にその気にならなくなるんですね。後ろに映ってる人がもう顔ボケてるから分かんなくなっちゃうので、私基本的にいいと思ってないものってレビューしないんですけど、このレンズ3本ともやっぱヒットですね。特に16の F1.4 は自分の星の撮影とかタイムラプスの撮影ではめちゃめちゃ刺さったので、みんなにおすすめできるレンズです。はい、ぜひ買ってみてください。詳細情報は概要欄から。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。